ですよ。あなたケンケンとかするし、右足だけ自分のものとは思えない。かかとを地につけるのも辛い時がある。親父があんたの名前突然つぶやくからさ、なんか延命してほしいって。この人が勝手なことしないでください。僕のどこが勝手なんですか。寂しいんじゃないの、一人であんなでかい敷地。さようなら。私はいますか。鏡に映るはずの僕が僕には見えない。会えてよかった。ああ見えてますか僕。お前何者。